ナイアガラは1855年2月23日にニューヨーク海軍交渉で浸水。1857年4月6日に収益。初代艦長はウィリアム・ハドソン大佐。ナイアガラは1857年4月22日にニューヨークを英国に向け執行。5月14日にケント州グレーブゼンドに到着した。大西洋横断の際の公開記録が ニューヨークデイリー・タイムズの特派員によって記録され、1857年5月14日に出版されている。英国に到着後、ナイアガラは最初の大西洋横断海底ケーブル敷設のための資材を積み込んだ。海底ケーブルは米国海軍の海洋学者であるマシュー・ムーリーが発見した。 ニューファンドランドからアイルランドにかけて連なる海底山脈と名付けたに沿って付設することになっていた。ナイアガラはアイルランドのバレンティア島から西に向かうが8月11日数百マイル付設した地点でケーブルは切れてしまった。ナイアガラは11月20日にニューヨークに戻り次の任務に備えて12月2日には一旦任務を解かれる。翌1858年2月24日。 再び任務が下った。3月8日に出航、3月28日にプリマスに到着する。そこで英国海軍の戦列艦アガメムノンと実験を行った。両艦はプリマスに戻り、資材を搭載後、7月29日に大西洋の洋上で会合した。そこでケーブルの両端をつなぎ合わせ、両艦はケーブルを施設しながら、それぞれの母国に向かった。 8月5日、ナイアガラの関西ボートがニューファンドランドのブリルズマウス島にケーブルの陸揚げに成功、英国側でも同日にケーブルが陸揚げされた。8月16日、最初の通信がビクトリア女王からブ・キャナン大統領宛てに発信された。しかしながら、この最初の海底ケーブルは3週間ほどで作動しなくなり、完全な成功は1866年までまたげば、 ならなかった。1858年8月21日、キューバ沖で、米国海軍のブリックドルフィン号は、奴隷船から318人のアフリカ人を救出し、サウスカロライナ州チャールストンに寄港した。ナイアガラの次の任務は、これらアフリカ人たちをリベリアに送ることであった。9月20日に、チャールストンを出発11月9日にモンドビアに到着した。 12月11日にニューヨークに戻り、12月17日に任務を完了した。1860年5月14日、ウィリアム・マッキーン大佐指揮下のナイアガラに次の任務が与えられた。米国を訪問した日本の外交施設団を日本まで送り届ける任務であった。6月30日ニューヨークを出港、途中サンビセンテ島ポルトグランでルアンダを経由し、 8月27日には希望峰を通過しインド洋に入った。バタビア、香港を経由し11月8日に日本に到着した。11月27日には帰国の途につき、香港、アデン、ケープタウンを経由し、1861年4月23日にボストンに戻るが、そこで南北戦争の勃発を知った。 ナイアガラは直ちに南部の港湾の封鎖作戦の準備をし、5月10日にはチャールストン沖に到着した。2日後にはリバプールからの封鎖突破船を捕獲している。その夏の間はアラバマ州モービル湾で同様の任務に就いた。9月22日、ピケンズ取にてマッキーインはメキシコ湾封鎖艦隊の司令長官に任命された。ナイアガラは ペンサコーラのマックリートリデを防衛するため、南軍と対峙し、11月22日にはワリントンに着いた。この間、喫水船上を2回損傷している。1862年6月5日、修理のためにボストン海軍交渉に向かい、6月16日に任務を解かれた。1863年10月14日に、戦列復 1864年6月1日、ニューヨークを出港し、南軍の戦闘艦の監視のためにヨーロッパに向かう。6月26日にアントワープを母港に定め、英国海峡、フランスの大西洋岸、ビスケーワンを紹介した。8月15日にはポルトガル沖で南軍の艦艇を打歩している。翌年2月から3月かけて、両艦サクラメント号と共に、 スペインのフェロール沖で南軍の総攻艦、ストーン・ウォール号の出港を阻止する任務についていたが、これには失敗し、リスボンへの逃走を許した。なお南北戦争終了後、ストーン・ウォール号は一旦、米国海軍に編入された後幕府海軍に売却され、鋼鉄と命名されるが、戊辰戦争の勃発により米国は引き渡しを拒否。結局明治政府が買い取り、 東艦として初期の帝国海軍の一翼を担った。ナイアガラはヨーロッパ艦隊の一員として紹介任務につき8月29日カディスを出港9月20日にボストンに戻った。9月28日に任務完了し1885年5月6日に売却されるまでそのままボストン海軍交渉にあった。ありがとうございます。